野崎チャンネル。ちょっ、さあということで、今日は今姫路に来ております。スカイエーで解説をしてですね、フレッシュオールスター2024ね、姫路ウィンクスタジアムで行われました。放送はですね、月曜日、22日にね、録画放送行われますけども、ぜひ聞かれば皆さん見てください。ということで、オールイースタン対オールウェスタン、フレッシュオールスター行われましてですね、結果はまあ7対0で圧勝で、オールイースタンの勝利に終わりましたけども、今日はですね、里崎がこのスカイエーの解説とともに、今年もやります。フレッシュオールスターで未来の原石を探せってね、いうところで、里崎がね、見た中で未来の原石の、探していこうと、思いましたけども、まあね、今回、多くの選手がね、出てましたけども、まず一番最初にね、言いたいのはね、NPB に言いたいことがある。ね。それは何かというとですね、今日ね、7月、20日土曜日にフレッシュオールスターを行われましたけども、なんと裏では NPB の一軍の公式戦がやってるというところで、一軍に出てる若い選手たちがフレッシュオールスターには選ばれず、まあ二軍の選手だけで選ばれたんで、まあその中でね、チャンスを得たっていう選手もありましたけども、さすがに二軍とはいえ、オールスター、ね、一軍の試合がない時にしようよ。もしくは、一軍全試合をあったとしても、全試合をデーゲームにして、ナイターでオールスター、フレッシュオールスターをやるとか、そこら辺配慮しようよ。ね。このオールスターを見たい選手もいればね、自チームの応援したい、ね、人たちもいるしね、どっちも見たい人たちもいるし、そうなった時に、やっぱりね、納得できんな。このやっぱりフレッシュオールスターとはいえ、ね、一軍の公式戦がない、ね、その日はフレッシュオールスターしかないっていうね、ところで、ね、この若い選手たちのいいところをね、皆さんに見てもらいたかったなっていうところはありますけどね、そこら辺はぜひ来年にも向けてね、NPB には改善してほしいなっていうね、ところはありますけども、まあね、その中で7対0ね、オールイースタンの勝利というところになりましたけども、まあ既存の選手たちね、やっぱ既存の選手たちはやっぱ一味違うなっていうね、ところはありますけども、まあオールウェスタンで言うとね、ソフトバンクからね、笹川選手、広志選手なんかはね、まあ両選手ね、一軍でもホームラン打ってるしね、やっぱりこういったところでもね、目に見えていいね、パフォーマンス、体のキレっていうところは目立つなっていうね、感じもあるし、まあ、あとはね、この DeNA で言うと、ホームランを打った石上選手ね、徳島県出身というところで、頑張って、ね、狙って打ちましたっていうところで、3回裏ね、先制っていうね、ピッチャー、オリックスの川瀬選手からライトスタンドへね、ホームラン。まあ、こういったところでもね、一軍の実績がある中では、いい形の、バッティング、でしたし、そして、ロッテのね、田中選手。やっぱりこちらはね、150キロオーバーのストレートのキレもありましたし、ちょっとね、これメンバーの中だと、群をね、抜いていい形の結果出てるなっていうところもあるしね、非常にそういったね、一軍でもう結果をね、どんどん出している選手たち、あとヤクルトのね、松本選手も素晴らしいピッチングであったし、まあ、こういったところはね、一軍でも結果をしっかり残してるっていうところもあって、まあ、いい形のね、ピッチング、そしてバッティングっていうところは、このフレッシュオールスターでもね、見えたなっていうところがありましたけども、まあね、今日、佐々木がね、まあ、二軍の試合までなかなかね、追いついていけないっていうところで初めて、見た選手もいますけども、まあ、その中でね、里崎が一番まずもう一まず一番からいこう、一番もうピックアップして今すぐ一軍で使ってもらいたいね選手を押していきますけども、まずはですね、ね、あ、そうそう、2年前のね、長崎ビッグNで行われたフレッシュオールスターでもね、宮森ね、宇田川両育成選手を今すぐ試合下に上げてね、やった方がいいっていうところでね、その後ね、宇田川選手は侍ジャパン入って、宮森選手もね、その年は頑張ったっていうところもあるんでね、この佐々木の眼力でね、素晴らしい選手だし、今すぐっていうところをね、ぜひ紹介したいと思います。その中でまずはね、オールイースタンからやっぱこちらの選手、東北楽天ゴールデンイーグルス安田選手、まあ、2安打打ったっていうところもあるし、今日はキャッチャーね、ファーストを守ったっていうところもありますけど、やっぱりいい感じだね。
まあ、2軍でもね、いい感じで結果残してる楽天ファンの皆さんの中ではね、なんで今すぐ1軍に上げないんやっていう声もあるし、まあ、1軍のね、今監督は、まあ、1軍に上げてもね、なかなか試合に出る機会が少なくなれば、ね、そんなことよりも今2軍でしっかりね、試合に出て状態を上げていってほしい、多くのことを経験をしてほしいっていうようなね、コメントも出してましたけども、これね、もう今すぐ1軍でね、出してもいいんちゃうかっていうね、まあ今日20日の試合ね、楽天は3対2でね、オリックスに競り勝ったっていうところもあるし、キャッチャーのね、石原選手がホームラン打ったっていうところもあるけども、まあこれね、安田選手、ファーストを守れるっていうところもね、あるんで、でもいいバッティングもしてたし、正直ね、もう今すぐ1軍に上げて、今すぐ使ってほしい。ね、今楽天のキャッチャーね、太田、田中、そしてこのね、石原っていうところになるけども、いや、俺はもう今、楽天の起爆剤安田なるんちゃうかっていうところはあるんでね、この安田はやっぱ見るからにもね良かったし、今年まあ2軍の試合もなかなか見れてないんでね、いいいいっていうところの情報だけは聞いてましたけども、この安田は今すぐにでもね楽天1軍に上げてスタメンで使ってね、これまあどうなるか、まあ結果出るか出ないか分かんないけどもね、この楽天の今の起爆剤にねなってほしいっていうねところはあるけども、それぐらいのねいい選手に、見えました。そして、続いてがですね、オールイースター、この選手ね、DeNA ベイサーズ森下龍大ね、まあ今年まだね1軍では投げてませんけども、2軍では11試合登板して9先発ね、2勝2敗防御率 1.40 っていうところで、まあ今日のピッチング見ててもね、本当にまあ本人ね、あのハイソックスして今永をね意識してるっていうところもありましたけどもね、でしかも今年のね初勝利が目標ですっていうところもあるけど、これ投げさせたらね初勝利早めに来るんちゃうかっていうぐらい、まあ変化球スライダーの状態も良かったし、投球のバランスも良かったし、腕の振り方も良かったんで、非常にいいピッチングに見えたんでね、この DeNA の森下選手ね、ぜひちょっと1軍に早いうち見たいなっていうところもありますし、イースタンでもう一人良かったのはね、京本選手、ジャイアンツね、まあ、今年1軍では投げましたけども、ストレートフォークボールの精度もコントロールもね、角度非常にね、クピチね、めちゃくちゃいい形でも投げてたしね、まあ1軍でっていうところもね、またもう一回チャレンジねあるんちゃうかっていうぐらい非常にね、まあいいピッチング、だったかなと。あとライオンズね、上田選手、まあ怪我があってね、1軍抹消後復活に向けてっていうところもあるけども、投げっぷりもね堂々として良かったし、今ね、青山選手、なんかも含めてね、ライオンズはね若い選手たちの躍動っていうところがあるんでね、こう上田選手もねもう一回ねいい形で1軍に行けるんじゃないのかなっていうね、このフレッシュオールスターでの、ピッチングに見えましたしね。あとねファイターズのね松浦選手、ストレートの勢いねめちゃくちゃ良かったね、この左っていうところで、まあリリーフもあるし先発もあるしっていうところもあるけども、ちょっとねあの投手陣が下手ってきたらっていうところで、この勢いを持ったねこのピッチング、ファイターズをね救う選手になるんじゃないのかなっていうところで、これ松浦選手もね非常に良かった。そしてねあのヤクルトで MVP を取った橋本選手ね、地元で しかもご家族もね見に来てる中で4打点グッてね、まあ、もともとキャッチャーというところでね、この試合はね、他のポジションも守れるっていうところでね、センター、守ってましたけど、3打数2安打4打点ね、そういった意味でもね、ヤクルトもね、最下位からクワってね、ここから逆進していかなきゃいけないっていうね、で、今日の試合もね、6対4でヤクルトね、DeNA 競り勝ったっていうところもありますけども、第3キャッチャーとしてもいいしね、外野も守れていいし、まあね、おととしはね、赤穴選手が MVP 取ってね、また今回もヤクルトで橋本選手が MVP っていうね、ところでは非常にね、あのフルスイングっていうところは魅力だし、キャッチャーを守れて野手守れるっていうところも魅力だしね、早いうちにね、1軍でっていうところもね、チャンスあると思うんでね、非常に目に見えてよかったなと。まあ、新藤選手のね、ホームランの打った瞬間っていうところもね、非常にパンチ力があるし、まあ、タミヤにね、負けないようにね、ここから切磋琢磨してね、頑張ってもらいたいっていうね、ところはありますね。まあ、これがね、オールイースさんね、見た感じのね、素晴らしい、僕のさぞやがね、気に留まったね、選手たちでしたね。続いて、ウエスタンリーグね、ウエスタンリーグで一番目について、おおーっと思ったのは、こちら、ね、先発した、ソフトバンク前田優吾投手ね、まあ、今年ねまだ1年目大阪桐蔭からねドラフト1位で入ってっていうところで、まあ、もうちょっとね線も太くなっていかなきゃいけないし体力もつけなきゃいけないところはあるけども、
本当にね、あの投球のバランスっていうフォームの安定も良かったし、腕の振りも良かったしね、対角線のストレートスライダー非常にいい形で投げれてたんで、このままね、まあ、今年すぐっていうのはないかもわかんないけども、まあ、今後のね成長には大きくね期待できるんじゃないのかなっていうところでね、あの非常にいいピッチングに見えたんで、まあ、今年じゃないかもわかんないけど未来に向けてはねかなり期待したい、ところ、そして、もう一人ねこのソフトバンクからまあ何気に一番見たかった選手ではあるけども、このね育成ではありますけども、前田純選手ね、今年ファームで防御率 1.46、 7勝1敗でねここまで来ている中でね、どういうピッチングするのかなっていうところもあったけども、いつも先発っていうところでこの最後のね登板になったんで、それまでね時間を持て余したりなかなか調整ひょっとしたら難しかったのも分かんないけども、成績としたら 1イニング2安打2三振3四球4失点っていうところでね、まあ持ち前のねいいピッチングが見せなくて、ちょっとね、フォアボールも3つあって制球もばらつきあったんで、ちょっと見たかったんでね調子悪そうっていうところもあって、ちょっと残念なね感じはなりましたけども、まあ今後はね注目していきたいなっていうところもあるし、あとね阪神の山田選手、仙台育英からね入って、この試合ね、出てましたけども、結果は2打数1安打ね、センター前ヒットも打ちましたし、まだ こちらもね18歳っていうところもあるんで線の細さっていうところはありますけども、本当にねあのタイミングのバランスの取り方、バットのスイングの軌道っていうね内から出てっていうのもセンター前ヒット打ちましたけども、いい形の形持ってたんでね、守備も足もそうですし、あのスイングバランスも非常に綺麗かったんで、まあ、もうちょっとね線が大きくなってガチッとする体格はね必要かなっていうところはありますけども、この未来に向けてはね非常にこの山田選手の成長度合いっていうところもねいい形のものができてたんで非常に楽しみだなっていうね、そしてねなんて言ってもこのオイシックスの上村投手ね、ちょっとリリーフでね出てきましたけども、まあちょっとね昔ヤクルトにじゃね秋吉投手に似てるなっていうね、ところのピッチングフォームありましたけど、若干ストレートがね抜け気味になるところが正直気になったんだけど、スライダーとかね曲がりの幅とか角度とかめちゃくちゃ良かったし、まあ今年25歳っていうところで、まあ、今年のドラフトにかかるラストチャンスの年になるんじゃないのかなっていうところはありますけども、非常に変則的なピッチャーで、まあ、あの力感もあるし変化球もあるし、ちょっとね体の開きが早くなってボールが抜けがちっていうところはちょっと気になりましたけども、ここバランスよくいければね守護神としてオイシックスでもいい形のピッチングできてるっていう情報もあるんで、まあ、ひょっとしたらねこのシーズン後このワンチャンね今すぐリリーフでっていうところのチームの不可欠な状態、ちょっと人が足りないなっていう状態のチームはねワンチャンあるんじゃないのかなっていうね楽しみな選手にも見えましたし、やっぱりねあとオールウェスタンで一番気になったのはねブライトドラゴンズ4三振しかも全ての打席でストレート振り遅れ、まっすぐしか来ないのにもうまっすぐ行きますよっていう状態の中で全部まっすぐ振り遅れてるの、相当調子悪いなっていうか逆にどうしたんっていうぐらい心配になるぐらい、いやそれじゃなかなか厳しいぞと、フレッシュオールスター見てね一番やばいなと思ったのがねブライト4三振しかも三振の仕方も全部ストレート振り遅れ、まっすぐファール、まっすぐ空振り、これ状態悪すぎる、まあ、本人がね一番分かってるっていうところもあるけども、ちょっと残念だったね、もうちょっと思い切ってね1の3で行ってもらってもいいんじゃないのかなっていうところもありますけども、ちょっとね残念っていうか調子めちゃくちゃ悪そうなんて、それじゃあ危ないぞっていうようなね試合に見えましたけど、そこら辺はちょっと残念でしたね。まあというところでね、まあ結果的には、MVP はねヤクルトの橋本選手、そして、優秀選手賞が、日本ハムのね新藤選手、そして DeNA のね石上選手っていうところで、オールウェイスさんからは誰一人選ばれずっていうね、一人ぐらい選ばれるのか、前田選手ぐらい選ばれるのかなと思いましたけど、まあ一人も選ばれずっていうね、まあイースタンの圧勝っていうところになりましたけども、でもね、今ね、名前挙げたように、多くの選手がね、今後楽しみだなっていうところもあるし、本当にあの、オールイースタンでは、やっぱ安田、楽天、今すぐでも見たいなっていうね、一軍でっていうところもあるし、DeNA のね、森下、この選手もね、今すぐにでも一軍に上がってね、どれほどのピッチングするかっていうのはね、ちょっと見てみたいっていうね、でまあ、オールウエスタンではね、やっぱ未来に向けては山田、前田、ね、
優吾、この2人の選手、今すぐに見てはないけども未来に向けてはいい素材だなっていうところも確認できたし、オイシックスのね上村選手ね、このシーズンドラフトにねひょっとしたらかかるかもしれないっていうところではちょっと楽しみの選手であったし、まあ、広瀬佐々川なんかはねもう一軍で実績もあるんでね、そこはちょっと違うような形は見せれたかなっていうねところもあるんで、 あとファイターズのね松浦選手ね、この勢い持ったストレートね、これもちょっと一軍で見てみたいなっていうところもあるんでね、まあこちらの選手がね今年の佐々木のね一押しね、見る腹に素晴らしそうなね選手たちっていうところでしたけども、皆さんね、フレッシュオールスター見た感想どうですか。まあこういった選手がねこれからねまだ後半戦に向けてオールスターでね一軍のね、力になり自分たちのパフォーマンス能力が上がるっていうところをね見ていきたいと思うので、こういうフレッシュオールスターでね素晴らしい選手を見て、またそれでね1年間の解説の中で見えることをね楽しみにしてますから、ぜひ頑張ってみてください。ちなみに佐々木も2001年フレッシュオールスター東京ドームで行われて、広島の佐々木選手からホームラン打って MVP 取ってます、はい、ということで自分の自慢もしておきました。ということで佐々木が、解説をして、生で見てね今年のフレッシュオールスターの逸材選手、これから期待の選手たちをね解説していました。ファンの皆さん、佐々木の意見とともに皆さんの意見をぜひコメント欄でお待ちしてます。それでは今シーズンのプロ野球も楽しんで、そしてフレッシュオールスターも楽しい一戦でした。それではまた。